アイラン・バー・クレイはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。ニューヨーク州ニューヨーク市ブロンクスク出身。ミドル級、スーパーミドル級、ライトヘビー級を制覇した世界3階級制覇王者。1982年12月9日、プロデビュー。1987年10月23日、世界初挑戦となる WBA 世界ミドル級。 王座決定戦で寸部カランベイと対戦するも0から3の判定負けで王座獲得ならず。1988年6月6日、WBC 世界ミドル級王者トーマス・ハーンズと対戦し、3回小勝ちで王座を獲得した。この試合はリングマガジンアップセット・オブ・ザ・ヤーに選出された。1989年2月24日、初防衛戦で、 ロベルト・デューランと対戦し、11回にダウンを奪われるなどして1から2の判定負けで王座から陥落した。この試合は、リングマガジンファイト・オブ・ザ・イヤーに選出された。1989年8月15日、IBF 世界ミドル級王者マイケルナンと対戦し、0から2の判定負けで王座獲得ならず。1990年8月18日、 WBO 世界ミドル級王者ナイジェル・ベンと対戦し、1回 TKO 負けで、王座獲得ならず。1992年1月10日、階級を上げ、IBF 世界スーパーミドル級王者ダーリン・バンホーンと対戦し、2回 TKO 勝ちで、王座を獲得、2階級制覇に成功した。1992年3月20日、3年9、 ヶ月ぶりの再戦となる WBA 世界、ライトヘビー級王者、トーマス・ハーンズと対戦し、2から1の判定勝ちで王座を獲得、3回急制覇に成功したものの、同王座は翌月に返上した。1993年2月13日、IBF 世界スーパーミドル級王座の初、防衛戦でジェームズ・トニーと対戦し、9回 TK を負けで、 王座から陥落した。1994年10月8日、IBF 世界ライトヘビー級王者ヘンリー・マスケと対戦し、9回 TK を負けで王座獲得ならず。その後は世界王座に絡むことなく、1999年7月31日の試合を最後に引退した。ありがとうございます。